はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日はですね、バックランチダイエットを進める本当の意味ということで、まあ、僕が1ヶ月ぐらい前からまたバックランチダイエットというものを皆さんにすごく強く進めています。皆さんやってますでしょうか？すでにね、もう結果出てますっていうようなコメントをいただいてもいますし、まだまだね、最近やり始めたという方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、これからやるぞという意気込みとか、すでに結果出ましたとか、なかなか出ない、もう何でもいいです。そのコメントについては元のね、動画の方のコメント欄にぜひコメントを書いてほしいんですけど、そういったコメントの中にですね、5回やったんですが、きついのでやめたというまあコメントがあったんですね。まあ、5回っていうのは5日ではないと思うんで、こう、1、2、3、4、5だと思うんですけど、まあそれがきついのでやめたというコメントがあったんですけど、まあこれはまあちょっと僕からすると実際まあ悲しいなというふうなちょっと思いがありました。あるいはまあ僕がちょっと力不足だったかなというふうな思いにもちょっと駆られることはまああります。僕の気持ちとしては、今回ね、そういうふうにバックランチダイエットを進めているというのは、とにかくこれを続けてほしいというその思いだけなんですね。で、このバックランチダイエットというものが僕がどういうつもりでやってるかというその僕の思いというのを本当にちょっとね、熱く伝えていきたいと思ってるんですけども、まあ、タイトルに1日5分っていうふうにあるんですけども、これね、単にいかにも美味しい話ですよ、うまい話ですよっていうような、まあそういうつもりでつけたつもりはないですね。で、このタイトルの付け方とか、あるいは内容自体に関しても、まあ YouTube って、例えば、サプリメントを売るとか、ダイエットグッズを売るとか、そういったものの時には、まあ通常薬事法というものの通販の場合あるんですけど、まあ YouTube の場合にはそういうものがね、規定がないので、まあかなり美味しそうな話とか言葉を使ってこともあるんですけれども、まあ僕は薬事法に則ってとまでは言わないですけれども、まあこういうね、パーソナルトレーナートレーニングを本当に面と向かって教える仕事だし、こうやって顔も出して働いてる場所もね、しっかり表に出しながらやってる身分なので、まあ効果については、すごく慎重な言葉で言ってるつもりです。まあ確かに今回は運動は1日5分というふうに言ってますけど、まあこれは、1セット、まあ20回をまあ30秒ぐらいでやります。そして休憩が30秒っていうふうにやっていくと、実際には3セットでまあ2分30秒しかかってないんですけど、まあゆっくり休憩してもまあ5分以内には終わるかなというところで、本当に、まずはここから本当に始めてください。で、これだけでもいいから、まあ毎日やってくださいっていうのはこのバックランチダイエットなわけですね。ダイエット、体作りというには3ステップあります。で、これは1番目が、まず始めること。で、2番目が続けること。で、3番目に、より効果のあるやり方とか食事とか、まあそういうことになってくるんですけれども、この中で一番大事なのは、この2番目の続けることなわけですね。まあ始めることっていうのは、とりあえず1回だけやってみると、まあ大体まあできるわけです。だけど、この続けていかなければ、結果が出てこない。この続けることっていうのが本当に大事で、どうやったら続けられるかっていうことが肝になるんですけれども、逆に言えばこの続けられないということが一番の問題になってくるわけですね。で、僕自身の経験として、自分がまず体作り筋トレを始めました。で、やり始めたらまず少し変わったんですね。まあ若かったからちょっと早めに変わりましたけれども、で、それ一回変わってしまえば、あ、自分は変われるんだ。こんな風になれるんだというね、その初めてそういう思いがあったわけですね。で、そうなってくると、もう自分はもう後戻りしたくない。もっともっと前に進みたい。っていうふうにまあ思えたわけですね。で、だからそういったね、まず一歩目の小さな成功、この最初の一度目の成功というのはすごく大事で、一度まず成功すれば、少しでも成果が見えれば、もう下がりたくない、落ちたくない、戻りたくない、高いレベルの体でいたいというふうにまあ思えるわけですね。だけども、それに至るにはまず一度成功しなければそれはないわけです。だからまず一度成功してほしいんですね。で、そのためにどうすべきかというところなんですよ。それは簡単シンプルというところがキーワードになってくると思うんですけど、その運動なりなんなり、その方法をすぐに覚えられる。まず複雑だとまあ覚えられないですね。初めてのことだとね。で、あとは、それが複雑であれば、やはりね、嫌になって、やらないということになってしまいますね。めんどくさいし、もう頭いっぱいいっぱいもうわかんないっていうふうになってしまいますから、まずはそこはシンプルであるべきだと思いますね。で、それは、バンバン筋トレして、こう大会に出る人が、オフの時から、大会に向けてやるこのダイエットは全く違って、今までそういうことがね、できてなかった人なわけで、いきなりね、運動も食事も全てに関して、いきなりスパートでバーっと行くっていうことは、まあ、できないわけですよ。だからまずは、このバックランチダイエットでは、まず運動を極度にシンプルにしました。数多くのエクササイズの中で、自宅で道具なしでどこでもできるものとして、バックランチというものを選びました。それは足を使うこと。足というのはまあお尻からもも裏、もも前全部ですけれども、あと腰、お腹も使いますけど、もう腰から下の筋肉は全部使いながらやってくる。とにかくエネルギー消費が大きい。だから、
たった3セットをやっていくだけでも、今までやってなかった人からすればかなりのエネルギー消費がある。で、これを毎日やってほしいということなんですね。まあ、ちなみに、このバックランジに関して、時々こう、ちょっと膝が痛くなったというコメントをいただくこともあるんですけれども、まあ、これね、非常に難しいところで、日本中で、本当にあらゆる人が見ている中で、一つのエクササイズが全ての人をカバーすることは正直でちょっとできないです。すごく難しいことです。バックランジ、膝が痛いという場合には、まあ、両足である足を広げてしゃがむワイドスクワットというものを最初にやって、ある程度筋力をつけて、ね、すごくものすごい体重が重い人の場合ですね。100キロ、120キロある人の場合には、やっぱりそういうこともあるかもしれないので、まずはそういうワイドスクワットをやって少し筋力をつけてからバックランジという段階を、もちろん、減った方がいいんですけども、ただまあそれ自体は別の動画でもフォローしているんですけれども、ただそれ自体も今ここ最初の段階でそれを説明して、最初はこれやってこれやってと、もうすでにちょっと複雑になってしまうので、まあ全体を見た中で、僕はやはり数多くの人に30年間接してきました。で、そういったいろんな人を見てる中で、おそらく9割ぐらいの人は問題なくできるだろうというのがこのバックランジ。ワイドスクワットだけやってくれというんであれば、逆に多分半分ぐらいの人がなかなか効果が出ないということで終わってしまうと思うので、まあ大体9割ぐらいの人がやり始めることができる。そして効果が出やすいというところ。まあそれがまあ僕はバックランジと思ったんですね。で、それはもちろんね、逆に言えば筋トレ上級者向けでもないです。そういう人にとってはかなり簡単すぎます。なのでまあ、普通の一般の人のまあ初心者から初中級者ぐらいであればできるだろうというところでこれをまあ紹介しています。まあ、とはいうものの、一周目は多分きついです。きつくて、筋肉痛が結構ひどいんですけどという人もまあまあいると思うんですね。ただこれはね、ほんとちょっとこの1週間だけ、最初の1週間だけ我慢してほしいんですね。2週目からはもう多分6日目ぐらいからは多分何でもなくなってきて、普通にバックラインに20回3セットやることは全く筋肉痛も起きないレベルになってくるはずなんですね。本当に最初の1週間だけです。バックランジというね、筋トレをそんなに毎日やったらオーバートレーニングになるんじゃないのっていうふうにまあ言われる方もいるんですけれども、まあどのぐらいがオーバートレーニング本当になるかどうかですね。まあ最初の1週間ちょっときついかもしれないです。だけれどもそこだけちょっと乗り越えてもらえば、そのバックランジ20回3セットっていうのは正直健康的な生活としては普通のレベルになってくると思うんですね。まあ20回3セットですから、まあ東京で言うと永田町の今日ね、長い階段があるんですよ。こっちエスカレーターもあるんですけど、長い階段があるんですよ。あれを上がっていくだけのことで、それが毎日あるだけのことなんですね。なので、その階段を上がっていくだけのことが、じゃあオーバートレーニングになるかというと、それを毎日買ってる人からすれば、全然オーバーテレビがなくて、普通の自分にとっては標準レベルなわけですね。だからその健康的な普通のレベルというのはそこの基準をちょっと上げてほしいんですね。今まではあまり足を使ってなかったので、使ってる日常というところに上げてほしいだけで、20回3セットっていうのは正直言うと本当人間の体で言うとそのレベルです。なので、まあ、ちょっと1週間だけ我慢してもらってそれはやってほしいです。それを、そのたった5分を毎日やることがまあ成功につながってくるんですね。これを最初はまあ1日おきの週3日でというふうにやった場合、まあ、正直言うと後々やめてしまう確率はかなり大きいです。これはやっぱり毎日やるという癖づけというのは大事なんですね。間を空けて週2日か3日でいいっていうと休む日もあるので、そうすると意外とね、休む日もあってもいい、休んでもいい、休もうかなみたいなことは結構起きがちです。まあ起きない人もいますけど、やはりちょっとね、休んでもいいという癖が出やすいんですね。だから、その癖が出てやめてしまうよりは、最初の1週間だけちょっときついけれども、やめない、続けるという癖をつけてほしいので、本当にちょっとなんとかその5分を毎日やってほしいというところですね。それはもう今後続けられる自分を作っていくためにですね。それで食事もやるべきことはたくさんあります。でも、そのたくさんね、タンパク質をどれぐらい取って、お米をこれぐらいにして、こうこうこうして、こういうね、低GI のものを取って、そして脂質に関しては、こういうものはいい、こういうものはダメ、この脂質はいいけどこっちはダメとか、まあそういうことを言っていると、本当にこれも本当、特にね、一番運動よりも複雑になってやめてしまうパターンなので、これも、たった一つを一ヶ月続けること、これも毎日続けるという、この癖づけが大事なんですね。で、これができなければ、絶対それ以上のことはまあできないと思うんですね。これ以上前には進めないと思います。だから、一つでも最も効果のあると思う、晩ご飯のお米抜きだけ、ということをやってほしいんですね。さっきは運動の中で、誰でもどこでもできる、そして最も効果があると思われるバックランジ一個だけは僕は選びました。それは僕のもう長年の経験から選びました。で、ご飯に関しては夜のお米だけ抜いてくださいということが一番最初の一歩としては効果が出やすいと思ったわけですね。ただまあこれを紹介した時にコメントの中にね、じゃあお米を抜くとしてラーメンとパンはいいんですかっていうコメントあったんですけど、まあその辺はね、自分で考えてください。
で僕はね、今体重を落とすことだけを希望はしてないです。将来的に健康的な引き締まった体になってほしいというのが、僕の願いなわけですね。でそれはやはり健康的な食事を続けるということも当然大事になってくるわけです。その健康的な食事というのを、これ本当に毎日のことですから、このまず炭水化物夜を一つだけ気をつける、これが続かなければ全体を変えてそれから続けるということはもう難しいですからね。僕は食事も将来的には正しく続けられる人になってほしいわけです。今、運動と食事のことを言いました。そして、バックラッシュダイエットの3つ目というのが、水を2リットル、1日に2リットル飲んでくださいということです。これ体の大きさとか、男女とか多少違うかもしれないですけど、僕は女性でも2リットルは飲んでほしいと思ってて、男性だったら3リットルぐらい飲んでほしいと思ってます。結構多分女性の人多いんじゃないかなと思うんですけど、水がそんなに飲めないという声も聞きます。でそれは、ちょっと僕から言うとですね、今までの生活は水が少なすぎて十分に回っていないと思うんですね。それは多分そもそも運動量が少ないので水も必要としてないというのもあるかもしれないし、ただね、これ水が少ないと体のコンディションは整わないですね。車とか自転車とかでオイルがなければもうギシ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 してしょうがないわけですよ。いくらね、タイヤとチェーンとあって、漕ぐパワーがあったとしても、そこにオイルがなければスムーズに回ってこないですね。で、水ってやっぱりそういうような役目があって、すべてのね、代謝に必要なものだったら、それが足りなくなるということは起こしたくないわけですね。つまり、ダイエットとか代謝も落としていくというのは、運動と食事というね、そのやってるその時だけではなく、全体的な日常のコンディションも整えておくべきなんですね。その第一歩が水ということです。実際には水とか、睡眠とか、柔軟性とか、姿勢とか、いろいろあるんですけれども、その中の一つとして、まず水を飲むということが一番重要でやれることじゃないかなと思ったわけですね。そういった3つというのは、すべてが最初の第一歩です。これを1ヶ月毎日続けてほしいということ。それでまず最初の成功をつかんでほしいんです。自分が成功できることが分かれば、戻りたくないという思いが出て続けられます。そしてもっと前に進めることが見えてくるということですね。そうして2ヶ月目があり、3ヶ月目があり、1年後が変わって未来が変わる、自分が変わる。このバックランジ、夜のお米、水というのはその第一歩、その5分なんですね。僕としてはそこまで考えて組み立てて紹介をしています。それは本当にこういう仕事だから絶対に嘘はつけない、つきたくない、そういう思いです。で僕がやりたいことはあなたの体を変えることです。あなたの将来未来までも変えること、たくさんの人の未来をいい方向に変えたいと思っています。でそれはこのバックランジダイエットでどんどん変えていきたいと思っています。そんな思いでこのバックランジダイエットを進めていますので、僕は本当にね、皆さんを応援していきたいと思いますので、その本編の方の動画にいろいろコメントをいただければ、僕必ず読んでますので、できる限り応援をしていきたいと思います。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーゆうじでした。